聖アレクサンドルネフスキー勲章を汎用する、アレクサンドル・ボロンツオフ聖大公、アレクサンドルネフスキー帝国勲章は、ロシア帝国の勲章。女帝エカチェリーナ一世により創設され、1725年6月1日、ユリウス歴5月21日に発授与された。聖使と、アンドレペルボズバーンヌイ帝国勲章と、聖殉教者、エカチェリーナ帝国勲章に次ぐ、 序列三位の高位勲章だった。聖アレクサンドルネフスキー勲章はもともと、ピョートル大帝が戦場での勇敢さに報いる英典を構想したことに由来する。だが、勲章完成前に、彼が死去したため、皇后にして、自帝エカチェリーナ一世へ引き継がれることになった。当時の首都サンクトペテルブルクの守護聖人である、アレクサンドルネフスキーにちなみ、 外国の侵略者からロシアを防衛した者へ送られる勲章として彼女の治世下で制定された。当初は政治的あるいは軍事的に名誉ある功績を残した巧妙なロシア市民に対して授与されていた。聖アレクサンドルネフスキー勲章が初めて授与されたのは1725年に行われたロシア大公女アンナ・ペトロブナとシュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプ公爵。 カール・フリードリヒの婚礼でのことである。この時には12人の参列者や勲章が送られたが、その地位は、間もなく聖アンドレイ勲章や聖カチェリーナ勲章よりも低下した。エカチェリーナ一世はその状態に不満を感じており、彼女は自分で受賞者を決めるためにも、1725年9月までに、自ら聖アレクサンドルネフスキー勲章を受けている。 聖アレクサンドルネフスキー勲章は最高の敬意を持って受け入れられるため原則として中将以上の軍人か同等の地位にある政治家以外には授与されなかった。ロシア帝国市民以外ではポーランド王国及びリトアニア大公国の国王アウグスト2世やデンマークノルウェイの国王フレデリク4世に贈られている。聖アレクサンドルネフスキー勲章は1917年の ロシア革命によって、ロシア帝国におけるすべての勲章や英典とともに廃止された。1942年、ソビエト連邦は軍事勲章として、より世俗的なアレクサンドルネフスキー勲章の名で復活させた。しかし、この勲章も1991年のソビエト連邦の崩壊とともに事実上廃止された。2010年、ロシア大統領令により、 ソ連時代の名を引き継ぐアレクサンドルネフスキー勲章が改めて制定された。ソ連時代はより軍事的性質を持っていたアレクサンドルネフスキー勲章だったが、ロシア連邦下では、帝政時代の異常を引き継ぐ形で復活している。なお、聖アレクサンドルネフスキー勲章は完全に廃止されたわけではない。かつて、ロシア帝国を統治した、 ホルシュタインゴットル・プロマノフ家の課長であり、ロシア大工場を称するマリア・ウラジーミロブナ・ロマノバは、ロシア女帝の名のもとに、セイ・アレクサンドル・ネフスキー勲章を授与し続けている。しかしながらこの行為は、彼女がホルシュタインゴットル・プロマノフ家の課長であるかどうかも、含め、他のロマノフ家の構成員から異議が唱えられている。2010年、サンクトペテルブルク及び、 モスクワの研究者によって、帝政時代に、聖アレクサンドルネフスキー勲章を受賞した人物全員の名が割り出された。その際出版された本によれば、1725年から1917年までに、この勲章を受賞した人物は3674人に、上る。ありがとうございます。